私の方が早かったみたいですね。パパさん、来た時すごく慌てているんでしょうね。楽しみです。あれから30分、今日は何か忙しかったのかな。でもパパさんはちゃんと私と約束してくれました。パパさんの悲しい顔、見たくないから、もう少しだけ。私、何か嫌われるようなこと、しちゃったのかな。もう2時間以上。パパさんはなんで、来てくれないの。プシュン。帰りましょう。こういう時、幸せさんならどうするんでしょうかね。結構。彼氏かい、金ない。な。彼氏かい、栄養。今のは本気で死ぬかと思った。一瞬で全運動量が奪われた。身体の自由を奪う影砲だけど裏までは制限できないということか。栄養、影を鋭い刃物のように変形させて攻撃する。その他の攻撃もかなり強力。それらを攻略する術があるとするなら、シアーネの影支配の法則を理解して掌握する。お前の持ちネタ全部暴いてやるよ。法則支配の使い手としてな。さっきから視線を感じますね。しかも不愉快な。また環境が変わったわね。現実にいたのがシアーネだとすれば、この世界にいるのは歩ける本人ってことですね。ご名答、現実ではシアーネ、こちらでは私歩けるが相手いたしましょう。本当混じり合っているのね。姿が変わると存在は同じ。実に面白いですよ。随分シアーネの影を気に入っているのですね。影の中なら変幻自在ってわけですか。まあ、ただ気持ち悪いだけなんですけどね。バカな子、わざわざ私の影に入ってくるなんて。もう、私の影から抜け出せないわよ。ここが最下層、随分深くまで落ちたわね。それで、はじめましてかしらね。歩ける。まさか、私を撃つために影の最下層まで降りてきたとはね。いやー、あんなところにいても仕方ないのでね、直接撃ちに行ったんですよ。面白い。過去に何度か強者と戦ったけど、そんな発想をする人なんていなかった。シアーネの記憶ですか。素晴らしい肉体です。公爵の主張の中でも5本の指に入る強さ。この私の需要が薄れるほどのね。そう、ならそのまま消えておきなさい。今も、これから先もずっとあなたに需要は訪れないから。言ってくれるじゃない、神が。止めてみろよ、高慢な神不正が。私みたいな仮想の悪魔にすら翻弄される高慢の神ごときが私に勝てるなんて微塵も思わないけどね。そう、なら証明したらいいじゃない。いいわよ、いくらでも私で証明してくれても。お前、他の神と比べてつまらないわ。全然焦らない。むしろこの展開に好奇心を抱いているな。気づきました。正直闇世界の法則は専門外なので楽しみですよ。影だろうが能力だろうが問題ありません。全て私にぶつけてください。それで私とあなたの実力は同等になるんですから。身の程をわきまえない神だ。いいだろう。どっちが真の実力者か、ここではっきりしてやろう。死ね、神が。献血する。いつまで上に出るのですか。完全に命中したと思ったのですがね。なるほど、目はそこだけじゃなかったってことですね。私は悪魔だ。多少は悪魔らしいことしておかないと拍子抜けだろう。そうね、こんな気持ち悪い芸当ができるのは確かに悪魔くらいね。さて、次は私の番かな。死を体感し、そして自害しろ。一つ目の番。さて、この影を理解するにしてもどうやって知るか。影砲。ダメだ、これじゃあただの影を作っただけだ。何の攻撃力にもならない。どうしたの、私さっきからここから動いてないんだけど。結局力を使えばこうなる。昨日は美しくて尊かったけど幻滅ね。一人よがりで自己完結できるほど私の影は甘くない。いい加減理解したらどうかしら。一人よがりで自己完結か、すっごく耳が痛い言葉だ。確かにそれは言えてる。俺はずっと自己完結して自分なりに納得しようとしていた。相手の気持ちを無視してな。なるほどね。わかったよ、俺に足りなかったものが。繊維喪失、なら楽にしてあげるわ。影支配、栄養。
命中。か、拍子抜けもいいところだったわね。失望しか残らない最悪の夜だったわ。その評価はまだ早いぞ、シアーネ。でもそんな格好でどうやって戦うのかしら。そんなところに風穴開けて、もう目もろくに見えてないでしょうに。ああ、でも戦えるよ、俺は。ザレボトー、治療能力で回復でもするつもり。できるならこんな怪我をそのまま放置したりしないさ。やっぱり脳も損傷を受けたか、もはや現状と話していると言っても過言じゃないわね。やっと、理解できた。この影を、大丈夫、ここからは戦える、やっと。同じ土俵だよ。もうダメだ、このまま落ちて私の目の前から消えて。どんな人でも最後というのは悲しくて虚しいもの。せめてあなたの昨日の功績、それだけでも悪心境に語り継がせましょう。何？影が、動かない？どうなって？は？勝手に幻聴って決めつけんな。ちゃんと聞こえてるよ。なんならお前の驚いている表情までしっかりな。まさか、本当に。やっとお前の影を理解できた。じっくり体の中で感じないとわからなかったよ。もうその影は俺のものだ、シアーネ。高速支配、影放出得。影を理解してやれば影の上に乗ることも可能だ。届いたぜ、シアーネ。お前たちの領域に。少し知ったくらいで私の全てを分かった気でいないで、不愉快だわ。ならまだ俺の知らないお前で翻弄してみろよ。俺はお前がどれだけ打ち明けても全て受け入れ理解してやる。影支配、影変え。息を変えたか、なら。重砲、反重力。反力操作。さすが、とっさのことでも即対応できる、すごい反射神経だよ。いや、一度メリアと一緒にビルを上がっているから多少は予測していたのかな。さあ、シアーネ、第2ラウンドといこう。ケケ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 。さすが悪魔、能力の見た目に全く跳ねがないわね。教えてあげるわ、金のある神の戦いを。ほい、勝つのは私だ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。